バレーボールネーションズリーグ2024ファイナルラウンド初戦において、パリ五輪に注力する中国を3対0で下し、ブラジルとの準決勝に駒を進めた女子日本代表、火の鳥日本。海外メディアも大注目のこの一戦に向け、海外ファンの方々からも声援が送られています。日本時間6月20日に行われた日本対中国の準々決勝では、パリ五輪に向け主力メンバーや監督を自国に置き、2軍メンバーで挑んだ中国をストレートで下した日本。日本選手からは疲労など見られた試合でしたが、見事ベスト4入りを果たし、パリに向け弾みをつけました。この一戦に対し、日本や中国以外からもコメントが続々と寄せられており、中国はパリ五輪に向け主力を温存とのことだが、これは愚策としか言えない。日本の全力で挑む姿勢はスポーツのあるべき姿だなど、日本に対する称賛の声が大多数となっています。この試合後に行われたブラジル対タイの準々決勝では、ブラジルがタイにストレート勝ち。予想通りとはいえ、世界ランク14位のタイは首位を走るブラジルに食らいつき、全てのセットで20点台の勝負にまで持ち込んでおり、ブラジルに疲労と焦りをもたらしました。これらの試合について、海外メディアのバレーボールワールドは公式 SNS で、日本はファイナル4に進出し、準決勝でブラジル対タイの勝者と対戦する、ブラジルが準決勝に復帰、13連勝中の彼女たちを日本は準決勝で止められるだろうかなどと、それぞれ速報。また公式サイトでも、日本とブラジルはセミファイナルに駒を進めたとのタイトルで各試合の詳細を報じ、ブラジルのエースガビ選手の、次は我々がいつも苦しい展開となる日本戦だから、フルセットも考慮に入れ休息が必要だとのコメントも掲載していました。またブラジルバレーボール連盟公式 SNS では、準決勝でブラジル女子チームがタイを3対0で下し、ネーションズリーグ準決勝進出を決めた、今大会13戦13勝だ、準決勝ではあの日本との対戦となる、と今大会全勝街道まっしぐらで苦手の日本との対戦を報告。この準決勝に向け、多くの海外メディアが日本とブラジルとの一戦を報じてくれているのですが、それらの多くの投稿に対し声援が送られているのが日本。配球効果もあるようなのですが、高さで劣る日本が見せる粘り強いバレーに惹かれているようで、特に開催地タイからは、今流れは日本に来ています、ブラジルを破って決勝に進出し、私たちのリベンジを果たしてください、難しい試合になるだろうが日本ならやってくれるだろう、注目の一戦だなどの声があふれ、当日会場は日本のホーム化に期待も。そんな日本対ブラジルの準決勝は、日本時間22日の19時からか22時半からのどちらかの枠でのスタートか不明となっていますが、その日は男子代表のフランス戦が20時からスタートすることとなっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。中国は主力を出して日本に連敗することが怖かったのかもしれないね。今回の相手がどうであれ、ネーションズリーグベスト4は素晴らしい。中国は予選でも主力相手に負けてたし、中国と世界ランク近いから今回変動はないが、じりじりとその差は縮まっているのだ。中国国内でも関心が高いので、2軍の中国チームとはいえストレート負けのショックが大きいと思う。
ルビアは今大会完全に主力温存。中国も五輪出場が決まったので主力温存。それが吉と出るか凶と出るか五輪がとても楽しみだ。中国は一軍が出てもまた負けるだろうと誰もが思う結果だったんじゃないだろうか。パリ五輪を見据えての温存だろうが、だけど世界ランクやポイントは変動する。中国はそれでも良かったのか。中国は手の内は見せない理由で2軍を出してきたとのことだが、予選で日本とフルメンバーで対戦してるので、すでに手の内は見せている。順当にいってブラジルが上がってきた。しかしタイといい勝負だったから期待大だ。これはタイのお客さんたちは日本の応援してくれるだろうな。私たちのリベンジしてくれって。ブラジルはベストメンバーだったがストレート勝利とはいえタイと接戦。日本はタイの応援を味方にして勝利してくれることを期待しています。前回は負けたがフルセットまでもつれたし、勝てない相手ではないから頑張れ日本。ブラジルはストレート勝ちでしたが、スコアも圧倒ではなかったですね。可能性十分あり得る感じだった。五輪の前哨戦としてどこまで通用するかいい機会が回ってきた。五輪本番に何か得られるものがあれば、チャンスが巡ってくる可能性がある。選手たちの疲れもあるだろうが、無理のない範囲でのベストプレーを期待しています。海外からの注目度も一気に上昇。ブラジルを破るのは日本しかいないとまで言われているみたいだし、やるっきゃない。パリ五輪の1次リーグでも当たるブラジル、相手も最大限の警戒をしてくるだろうが、日本らしいバレーで勝利することを期待しています。